心の拠り所っていうのをテーマに、なんかぬいぐるみにしたのも子供がすでに話しかけたりとか本音を言えるものみたいなのが自分の中であって、感情的な部分を投影する感じですね。ぬいぐるみを通して伝えるありのままの自分。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト飯島秀彦、ネガティブな性格を武器にアーティスト活動を続ける、そんな彼が自分と向き合うために選んだぬいぐるみというモチーフ。ぬいぐるみをモチーフに絵を描いてるんですけど、結構人ってなんか誰しも忘れたい過去とかが衝動的になった時の自分とか、自分じゃないみたいな感じのことを忘れようとはするんですけど、僕自身も結構目を背けたくなるような時はめちゃくちゃあって、でもなんかそういうのを自分が認められるようになれば、ネガティブな感情とかが原動力みたいなものになるんじゃないかなと思って。ネガティブを肯定も否定もしない、そんなあるがままの自分で描くアートに必要のなかったもの。曖昧な感じみたいなのは表現したいなって思って、そういう時に顔っていう結構キャラクター性のあるものが強く出ちゃうと絵の中で伝わらないかなとは思って、顔を隠してなるべく抽象的な表現みたいなのは意識してます。あくまでもなんかモチーフとして扱ってるっていう感じで、自分の内が分かるような感じで。顔を隠しキャラクターを排除することで表現できる自分。そんな中で彼がこだわるネガティブとポジティブのバランス。ダークな部分っていうのはちょっと見せたくないっていうか、見せすぎるとやっぱ惹かれちゃうから、例えば自分がこう明るくなってったら別の全然違う作品を描いてるかもしれない。でも性格上そんなに明るくなることは多分ないと思うので、まあ、あくまでも人が見てもらった時に気持ちいいとか、そのギリギリのところを埋めたくて。ネガティブな感情で描いたものでも人をポジティブにすることはできる、そんな思いを原動力にする飯島秀彦が思うこと。僕自身を知ってもらうっていうか、絵自体がこうどんどん広がっていけばいいなって思って、この絵めっちゃ見るみたいな感じだけど、それこそ僕の思ってることとかが伝わりきらなくてはいいとは思ってて、自分のネガティブな感情が共感してもらえたら、まあそれはそれで嬉しいです。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアート作家月のカエルのブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。